矢田チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はシティウォーズ、仮面ライダーのシティウォーズ始めていきたいと思っています。昨日で、タイムバトルも終了しまして、790番目ぐらいですね。680まで行ったんですけど全然できなくなりましてね、ひれきのしたわけじゃないんですけどできませんでした。まあランカージャケット、 BC ランカージャケットも、1枚ずつ手に入りましたんで後で見ていただきたいと思ってます。まずはイベントガチャから始めていきましょう。今回はレイドバトルですね。レイドバトルのバトルイベントで、イベントガチャですね。あー、レインボーカラーがない。おーと、来た、来ました、デメンションキック。これはあれですね、ディケイドライバーに、ネオディケイドライバーの方のディケイドなんですよね。今回また別扱いなんですね。別扱いで、ネオディケイドライバーのディケイドで、奇数ごとのガチャ3回目ですから、これで確定パスで交換することができるんですけど、これの、確定パスカードを使って、自分の希望する、カードと交換することができるということなんですけど、やっぱこれでしょ。ネオディゲードライバーで使った強化デメンションキック、コンプリートフォーム21の方で、まずはやっていきましょう。で、3回目の時に多分上のジオの方で行きたいと思ってますけどね。まずはこれを、交換して、逃げ、ネオディケイドライバージョンのディケイトがどういう感じなものか、皆さんと一緒に見ていきたいと思ってます。さあ、これで、交換可能になりました。で、もうせっかくですから、ランカージャケットの、BCX および、必殺技の方もやっていきますので、一緒に見てください。こちらの方がまずは、ランカージャケット、ランカーガシャの、BCEX もしくは BC。まあ、とにかくチェンジできればいいんですけどね。まあ、希望としてはまだ持ってない新しい、カードが欲しいなと思ってるところなんですが、重複してもまあ、ビルドのマーク出ました。ビルドのマークで何が出てくるか。さあ、今度はなんだ？タンクタンク。タンクタンクフィニッシュは持ってますから、これでまたタンクタンクフィニッシュの力もパワーが、ね、強化されますね。僕はもう重ねちゃいます。確かもう3種類以上ね、使えるんで、あと強くさせるだけです。で、次がランカージャケットの必殺技の方ですね。で、必殺技の方がこれから始めていきます。さあ、次はこれはなんだ。アマゾンズのマークですね。アマゾンズも最近使ってないから強くさせるのいいかもしれません。おっと、出ました。星5つのアマゾンブレイクですね。すごいの、このイラストがまあいかがなもんでしょうかすごいですね。こういうイラストできましたか。まあ、頑張って描いてくれ、描いてくれましたよ。すごいです。では、これ、仮面ライダーディケイド、ネオディケイドライバージョン。ネオディケイドライバーバージョンですね。さあ、これを召集かけていきます。さあ、来ました。仮面ライダーディケイド、ネオディケイドライバーバージョン。ね。バックのピンク色。これもね、普通のディゲートと別人扱いですね。まあ、ゲームだからしょうがないか。ね。衝動とかではね、バック取り替えてるだけでいいんですけど。まあ、一応、ジオに出てくるディゲートということで、新しくなりました。そして、こういうのも完璧にして、さあ、戦いに挑みます。オリジナルキャラのミスター X。これが相手で戦っていきましょう。ではまずは、デメンションキック21。これで、わあ、すごい必殺技でガードされた。じゃあ行きましょう。コンプリートフォーム21の、デメンションキック21で、まだまだ、負けないから、これでトリプルライダーキック。今回イベントで使うボーナスライダー全員ですね、ジオウとつくよみ、3人まとめてのトリプルライダーキック。ここで決まったと思います。どうでしょうか。倒れました。以上でございます。これから大活躍するコンプリートフォーム21、皆さんも頑張って手に入れましょう。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイートもよろしくお願いします。